今回はイナイレのアニメ及びゲーム版のストーリー歴史について解説をしたいと思います。わかりました。同じく。今回は最初のイナイレのアニメの1話のサッカーをやろうぜ編です。まずは冒頭のところから。帝国学園 VS よくわからない相手の試合の一部です。で次に帝国学園が負けた学校を破壊するシーンの一部。次にアニメ本編の解説をしたいと思います。で、こちらは旧来門中野外観です。次にこちらは雷門中野サッカー部の様子です。ちょっと待て。なんか何人か学生じゃ。ありえない髪型をしているのが数人いるんですが。それな。こちらは遠藤が起こるシーンの一部です。そしてこちらは弱小サッカー部をフットボールフロンティアに進出しようとしている様子です。で練習をしようとしている様子です。で呆れて遠藤一人で練習をしている様子です。今思ったけど、イナイレ1ってこんなにもアニメ版とゲーム版で違うのか。では、